大学入試の英語ってどっちが難しいの？なんだそれ、その場面浮かばないよ。受けて撃沈する、重要とされてるとこが違う。普通に入試までで勉強した人が解いても解けないよ。ので始まりました。モイテッドイングリッシュチャンネルです。モイテッドイングリッシュって言ったな。モイテッドチャンネルです。さあ、今回ですが、TOEIC と大学入試の英語って、どっちが難しいん？っていうのについて話していきたいと思いますね。まあもちろんね、大学入試って言ってもピンキリなんで、大学いっぱいあるんですけど、まあ比べるのは非常に難しいっていうのはあるんですが、まあ、ぶっちゃけですね、競技が違う。まあちょっとね、4技能志向になってね、共通テストとかも、TOEIC 側にこう近づいてきてはいるんですけど、やっぱそれでもまだ別競技って感じがしますね。まあ似てはいません。同じ英語ですから。被るところもいっぱいあります。テニスとバドミントンとか、ハンドボールと水球みたいな感じでね、被るとこはあるんですが、違いがあるんです。なので、大学入試でいいとこ行った、早慶とかね、行ったよっていう人、英検準1級とか取ったよっていう人たちが、もうTOEICなんてどうせ楽勝なんだろうって言ってね、受けて撃沈するっていうのよくありますね。まあコメント欄なんかでもよく来ます。まあ早稲田受かったから、もう取れるんだと思って、やったけど結局600点台でしたとかっていう風になるわけです。で、早稲田の英語とTOEICの英語比べたらもう圧倒的に早稲田の方が難しいはずなんですよ。難しいのに600点台だったなんてことが普通に起こるわけですね。実際自分も慶応の英米文学で、英米文学専攻ですよ。でもやっぱ500点台とかゴロゴロいましたよ。まあ反面自分のゼミにはね、やっぱ900点台がゴロゴロいたわけで、やはり競技が違うわけですよ。じゃあなんでそんな早稲田とかね、慶応とか東大とかね、入ってる人たちでも点が取れないのか、そこをね、解明していきます。まず出てくる場面が全然違う。学術系の内容が出てくることが多い大学入試に対して、TOEICは日常生活ですね。生活において仕事をする上において必要な英語です。だからまあリスニングって場面が浮かぶことが非常に大事なんですけど、お互い勉強していた人たちですね、浮かばないんですよ場面が。TOEIC 側で勉強してきた人たちが大学入試の問題やったら、その場面が浮かばなくて解けない、何言ってんだこれみたいな。で、逆もしかりで、大学入試で勉強してきた人たちが TOEIC の問題見ると、なんだそれ、その場面浮かばないよってなっちゃうんですね。出てくる場面が違うので、自動的に出てくる表現も違うわけですね。そう、だから単語が違うと。TOEIC をずっとやってきてる人たちからすれば、難関大の問題ですね。早稲田の問題、慶応の問題なんて、むちゃくちゃ難しい単語いっぱい出てきます。知らない単語たくさん出てくる。で、大学入試までで、その難関大行ったって言って、めちゃくちゃ勉強したぞ。いろんな単語覚えたぞ。じゃあ TOEIC だ。知らん単語いっぱい出てくるんだけど、ってなっちゃうわけですよ。そう、ここで学んだ単語の種類と、ここで学んだ単語の種類。もちろん、基礎的なものは被るものがほとんどですよ。しかし、TOEIC では基礎だけど、大学入試になったら超絶むずいとか、逆もしかりですね。もう大学入試では基礎だけど、TOEIC に出たら超絶むずいなんていうのは出てくるわけですよ。何かが立てかけられてる時にね、propped up against なんてね、非常に難しい表現です。もう大学入試だったら超絶むずい表現ですね。なんていうことが起こるわけですね。inventory、超絶基礎単語ですね。在庫なんて。入試に出たらめっちゃむずい単語ですね。もちろん被るのもありますよ。需要を満たすのミートとか、大学入試でもしょっちゅう出るし、TOEIC でもしょっちゅう出る。なんていう風に、どっちでも重要だよとか、どっちでも難語だよとかっていうのはあることはあるんです。conform to、両方出てきますけど、両方難しい。ただ差はあるわけですね。solicit、最近では設問にも出てくるぐらいの単語ですね、TOEIC では。大学入試出たら何単語になりますね。っていう風に違うんです。で、だから自分は両競技をやってる。両方ともの競技やってる人間なんで、どっちで重要かとか、両方で重要とかっていうのはわかるわけです。で、それぞれ入試問題を解くときと、TOEIC を解くときでは全然違うやり方をするというか、英語を読むっていうこと、英語を聞くっていうことに関しては同じでも、解き方は変えます。それはやっぱり競技が違うからですね。というふうにやっぱね、出てくる単語が違うので、だからリーディングやってても、ってなっちゃうだろうし、リスニングやってても、ってなっちゃうわけですよ。続いて文法ですね。出てくる文法事項が違います。まあ大学受験だと助動詞重要なんで、いろんな形で出題されますね。かなりマニアックなとこまで出ます。 TOEIC は助動詞の選択問題ほぼ出ないですね。1回ぐらいです、見たことあるの。重要としているところが違います。で、大学入試では品詞語形の選択なんて問題は少ないですね。でも TOEIC だったらむちゃくちゃいっぱい出てくるわけです。重要とされているところが違いますね。だ、大学入試がこうあったら TOEIC がその中にあるって感じですね。だから大学入試の文法やってれば簡単です。 TOEIC の文法問題はね、関係詞とか時制とか、はいはい、そんなんできて当たり前じゃんみたいな問題です。ただやっぱりその文に書いてある単語が違うんで、やっぱ場面が浮かばないとか知らないとかってなって
って大学入試の人もうってなるとは思います。でも文法としては簡単です。ただ文法だけじゃないじゃないですか。語彙とか語法、前置詞の問題もありますから、そこで苦労するかなと思いますね。日常よく使われる表現だけど大学入試までには習わないっていうのが出てくるんで、苦戦してしまうっていうのはありますね。あともう日常使われればいいので、 in close proximity to とかっていうのが取材されたことありますけど、 TOEIC で近くってproximity って近くで close って近いだから、まあ被っちゃってるわけですね。筋肉痛が痛いみたいなね。でも日常使われるので出てくるわけです。arrive to が出てきたことありますね。まあ、これは設問じゃなかったですけど、arrive to なんてだって入試問題じゃ絶対ダメ。辞書にも非標準とかって書いてあるものが TOEIC には出てくることは稀にですけどあります。あとは辞書に載ってない。日本の辞書調べてもどこにも載ってない。でも普通に使われる表現だから出てくるっていうのはあります。前々回かな、僕は受けてないフォームでもそういうのありました。辞書引いてもどこにも出てこないけど、ネイティブに聞いたらみんな答えられるみたいなね。ネイティブが使う表現だけど英和辞典にはないよとかっていうのが出てきたりします。なので文法に関しては大学入試の方が圧倒的に広いけれども、大学入試には出てこないものも若干出てくる。それがTOEIC。次ですね。やっぱ情報処理問題です。これもね、慣れてなきゃ無理ですよ。大学入試までのやり方で精読してここの答えこれかな？じゃあ無理なんですよ。TOEIC っていうのは書かれたものを元に、そこからこれが言えますよねっていう推測問題が大事なんで、書いてないじゃんになっちゃうわけですね。大学入試までで勉強してきた人は。そう、だからわかりますよ。受けてて、ああ、これ大学入試だったら文句出るだろうな。答えないじゃんって。でも TOEIC だったらこれ正解だよね。っていうのがあります。で、これが毎回必ず出てくるんです。で、これは普通に入試までで勉強した人が解いても解けないです。回答になるの、これがなんでってなっちゃうので。だ、自分自身はその共通テストが難しくなる。もっともうみんなが解き方分かってきたら、こういう感じの問題が増えていくんじゃないかなと思ってます。ただ文句が出やすいとこなんで、というかもう文句言わせないし、質問出させないんで。だからまあ可能なんですけど、ちょっとね、大学入試だったら文句が出ちゃうような可能性はあるので。まあもしかしたらそうはならないまま共通テストは進むかもしれないですね。で、続いてこれがまあ共通テストでもおなじみ、情報の照らし合わせですね。複数箇所の情報を照らし合わせて答えを出すっていう問題がまあTOEIC ではめちゃくちゃ多い。読解問題ではめっちゃ出ますし、リスニングでも多少出ますね。グラフィックを使った問題とかね。やはりこういうのは慣れが必要です。普通にまっすぐ読んでも答えは見つかりません。その一箇所だけで答えを出すものではなく、離れたところに答えがあるので、それを照らし合わせて答えを出す。で、こういったことを分かっていないと、ただただまっすぐ読むだけになっちゃいます。そうじゃなくて、設問見て答えに関する情報を探しに行くっていうですね。もちろんすごく英語ができる人だったらね、精読してね、全部読んでも見つけることはできるんですけど、そんな時間ないです。答えに関係あるところをこうやって見ていかないと普通の人は解けません。まあ実際ね、入試問題でね、まあうちのチャンネル出てくれてる人でもそうですけど、明治大学の問題とかだったら解けるけど、共通テストは解けませんって人いますね。そう、それはやっぱり別のスポーツ、別競技なんですよ。だから慣れなきゃいけません。だからTOEICやってる自分からすると、共通テストなんていうのは大したことないです。まあ問題によってはめちゃくちゃ難しいですね。TOEIC 計算出ないのに対して、共通テストはすごい厄介な計算を要求してきたりするので、そういう問題は難しいです。けどそれ以外はすごく簡単。なんで TOEIC よりは全体的にはかなり優しい。これも当たり前っちゃ当たり前なんですけど、リスニングがTOEICにはありますね。それでいて、難関大の入試には出てくることがあるライティングがTOEICにはありません。ということで、思いっきり差が出るわけですね。で、リスニングがある大学を受けている人たち、東京外語大とか、東大とか、まあ、一橋とか、まあ、一橋はちょっとコロコロ取材形式変わっちゃったりしてるんですけど、まあ、そういった人たちはTOEIC入りやすいですね。まあ、英語を聞くっていうことには慣れてるんで。ただし、解き方っていうのがあるので、TOEIC っていうのは、そこ分かってないと無理です。大学入試っていうのは書き込みなんていくらでも OK ですね。印つけたりしていいわけですよ。でも TOEIC っていうのは問題文に書き込んじゃいけません。書き込み禁止ですから。だから全然ルールが違うんですよ。多くのことを頭の中だけで処理しなきゃいけない。そして大学入試のものよりスピードが速かったりとか、2回読まれるところが多いのに対して TOEIC は1回しか読まれないですね。こういった違いもあります。という感じになります。文章とかはもう圧倒的にまあマーチとか総計の方が難しい、難関国立の方が難しい、表現も難しい、文法も難しい。ただやらなきゃいけないことが違うので、こっちですごく勉強してきた人が解けるかだったらそんなことはないんです。つまり大学入ったらですね、TOEIC 用の勉強するんです。で、未だにやっぱ TOEIC のね、会場行くと大学入試のね、単語帳読んでたりとかパスタン読んでたりする人が結構いるんですけど、そうじゃないですよ。やるのは TOEIC 用の勉強です。TOEIC の解き方、TOEIC の表現、TOEIC で出る場面をちゃんと分かんないと
解けないですよ。でそれができた人にとっては大学入試の方が圧倒的に難しい。ただ大学入試までの人たちはそれを知らないのでトイックもすごく難しく感じてしまうというのが現状です。で自分からすれば大学入試の方が圧倒的にむずい、難関大の問題の方が。ただこっちの勉強だけしている人にとってはまあまあリスニングもあるしね、表現、解き方、ここを鍛えていかないとダメなんで。なんでトイックはトイック用の勉強をきちんとしてください。はい、まあメンバーシップのねレベル2ではトイック授業やってますんで、そちらも参考にしていただいて、まあ、僕もトイックも入試問題もね解いて分析していきますから、一緒に頑張っていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。